はい、こんにちは、こんばんは。猫ピン仮面です。ラーメン屋さんについてから火をつけるラーメン屋さんは絶対うまくない。よろしくお願いします。今日はですね、これですね、ブルーレイのですね、レンズクリーナーですね、まあ、ブルーレイと言わず DVD だとか CVD だとかそういうのに、レンズクリーナーの、最後の再生できない機械に最適っていうことで、ちょっとお値段は3000円ぐらいしますけども、強力なんですね、これ結構。で、実際にやってみましたけども、下の機械でもやってちょっとおかしかったのが、全然今度エラーを起こさなくなったっていうのと、プレイステーション4の、これもちょっとちょっとエラー何回か起こすんですけども、これをやったら、全然エラーが起こさないということですね。中身をちょっと見てみますと、まあブルーレイなんですけども、これが薬剤になってますね。見えますか。で、ここの黒っぽい2つの、はい、ここの2つ、1番と2番ですね、ここに薬剤を垂らします。ブルーレイか DVD の機械に入れて、少し回すと終わりますので、それでもう簡単なんです。それで終わりなんです。で、実際にやってみて、ちゃんとブルーレイが再生できるかどうか、エラーが起こらないかっていうことをやってみて、全然起こらないですね。だから最初はちょっとね、こんなに3000円もするのと思ったけど、全然3000円でこんだけ治るんだな、全然安いもんですということで、簡単ですけども、エラコムから出ているレンズクリーナーですね。テレビ用です。レベル3ですね。猫ピン仮面の紹介もしました。それではまた。